どうなるんですか、高野さん。この第5ゲームを迎えて、はい、まあ、これシックスオールからですよね、はい、でこの第4ゲームに限ってはかなりこう前半のところ橋本はサービスからの得点率がぐっと上がったんですね、はい、で後半サービスからの得点率が良かった牛島がスッと逆転して取ったと、はい、まあ、こんなような感じでそれまでは大体ずっと同じような感じなんですよね、うん、となると流れでいうと、まあ、牛島が次サービスだと思うので、はい、牛島に分があるのかなっていう気は。牛島のサービスからってことですか ね、まあ、一本交代なんで、はい、サービスの回数は、まあうん、イーブンとしてももう短いですから、これはもうどっかで連続ポイントを必ず取ってるわけですよ、はい、そこですね、一山作れるかどうか。そうですね、その3連続なのか何連続なのか。続いてドライブ、フォアへカット、ドライブ、バック、橋本です。粘り切ったって感じですね、橋本が、はい、ドライブ。あ、これはエッジでしたかね。そうだったみたいですね、はい、牛島サービス、ドライブ、牛島でした。ついていきますね、はい、今の取られてるとやっぱもういきなり橋本が一山作ったっていう感じになるんですけども、はい、連続得点の、フォアから出します、バックサービス、ドライブ、続いてドライブ、またネットインですね、まあ、取れそうなネットでしたけどね、はい、この2点差を追いつくのは結構心理的にはどうなんですかね。やっぱこのサービスからの得点ですよ、はい、ここです。おお、またもエッジっぽいぐらいの、これはですよね、続きますね。攻めてった橋本が取りました。最終ゲームは11-7で橋本穂香が取りました。ゲームカウント3-2です。いかがでしたでしょうか。いやー、もう五分五分の試合でしたけれども、そうですね、最後第5ゲームはちょっと牛島アンラッキー、橋本ラッキーだったと、はい、3本ありましたからね、はい、いやー、すごい戦いでした。なんか最初のラブ0-2からですね、3本目のあの長いラリーが促進に入ったところ、もう遠い昔のことな感じですよね。そうですよ ね、そこから先はこのようにね、あのゲームがすごいピッチで流れていきましたから、はい、